ございます。今日は1年延期になって予約開催されるんですけど、うん、若さん味方ごこライドの日になります。特別枠でずっと走れるんですけど、うん、あ、特別枠っていうのは昨日この去年走れなかった人が優先的に参加できるってやつですね、うん、はい、今3時で、まあ、だいたい今2時間から3時間おき、うん、睡眠ぐらいですね、うん、で今ミルク飲んで寝かしつけしてるんですけど、うん、寝かしつけして多分この子が6時ぐらいにまた起きると思うんで、うん、そこからまた授乳して、うん、準備して行きたいと思います、うん、はい、はい、パパさんライダー大変ですね。じゃあおやすみなさい。3時間は寝たい、うん、頼みまっち。ちっちー。今でスタッフしないよ。です。今日はラファのイベントに来てます。ラファキャラバン味方ごこになります。3日間行われてまして、まあ、1日目がガイド、2日目がチーム戦で、3日目が個人戦といいますか、ラファプレステージのトレースライドっていうものになります。8割が舗装路、2割がグラベルになっております。コースノーカットで動画撮ってますので、よかったら味方ごこ1周と若さ観戦リードの動画見てください。若狭幹線林道に入りました。ライドイズ GPS を見ながらコースを確認しつつ進んでおります。グラベル突入です。うっ、えい、
タイヤが泥まみれです。やば。はい、第一チェックポイント到着です。先頭はいないですか？先頭です。あ、先頭。なんかパンクしたいね。あ、本当ですか？きつい。もうダメかもしれない。うわあ、荒れております。はい、もうちょっとで若狭幹線林道終わりますんで、頑張っていきたいと思います。まもなくゴールです。うぅ、疲れた。でも体力はまだまだあります。全然走ってなかったんですけど、意外とやっぱ地元パワーといいますか、走り慣れた場所なんで、ペース配分間違えずに、スタミナ切れを起こさずに完走できそうです。ゴールしました。先頭ゴールなんですけど、スタッフがいませんね。困りましたね。とりあえずログ取っときましょうか。どこ行ったんでしょうね。今回だいたい距離が63キロ、獲得が1100ぐらいです。では本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。